スーパーフライ級のサウスポー、スティーブン・ナバーロは己のボクシングに自信を持っている。試合開始のゴングから、一発一発、力を込めたパンチを振るっていく。ファーストラウンドに、早くもワンツー、右フックで獲物を捕らえ、オスカー・アローヨからダウンを奪った。2ラウンド終了間際にもアゴへの右アッパー、右ストレートでアローヨを倒す。3ラウンドに入るとナバーロはスイッチし、アングルを変えて、 あろうよを滅多打ちにし、見かねたレフェリーが試合を止めた。公式 KO タイムは同回の2分35秒。白星を加えたナバーロは、戦績を4戦全勝 3KO とした。2015年にボクシングを始めた彼は、2019年から3年連続で全米ユース大会優勝を飾っている。アマでは合計13度全米チャンピオンとなったが、まだ20歳の若者だ。 成り物入りでプロの世界に飛び込んだ。ボブアラムの巧みなマッチメイクもあり、遠からず脚光を浴びるだろう。デビュー前彼はこんな言葉を残している。僕はスーパーフライ級で世界タイトルを得るつもりです。トップランクは自分の才能を発揮するのに最適なプロモート会社だと信じます。9歳の時からアマチュアとして試合に出て、すべての大会で優勝しました。 そして今は伝説的なプロモーションと契約し、デビュー戦でも強敵を下しました。誇らしい足跡ですよね。期待の神聖らしく、2024年4月のデビューから、6月、8月、9月とハイペースで試合を重ねている。この勢いは、簡単には止まりそうもない。4月の試合後、ナバーロは言った。トップランクがラスベガスで組んでくれたデビュー戦は、実に楽しかったです。 ファンも僕のパフォーマンスを喜んでくれたでしょう。自分の実力をアメリカの様々な地で見せられることが嬉しいです。ファンが熱狂し、僕のことを覚えてくれますよね。世界チャンピオンへの童貞は、まだ始まったばかりです。懸命に努力して、自分がどんな人間であるかを世界に示したい。その準備はできています。マイキー・ウィリアムズ、トップランク。3章、2KO。 三敗となった、ミカラグアの24歳、アローヨは、切られ役、としてアメリカ合衆国に連れてこられた。2024年に試合をするのは、今回が初めて。そして1年ぶりである、2023年9月23日の、米国維持人でも判定で敗れていた。そのアローヨの腕を掲げ、リングから四方のファンにアピールしたナバーロ。次はどんなファイトを披露するか。